やーちょっと最近ほんまガチで暇やわと、ほんまどうなってんや、ほんまによくわからん、よくわからん世界になってしまった。よくわかんねえ、よくわかんねえ、よくわかんねえっす。はい、どうも。まあ、俺はちょっとね、ちょっと自己紹介遅れたんやけど、まあ、ちょっと今回、まあ、Vlog っていう感じで撮らせてもらってるんやけど、もうほんまに、もうやばいことになってて、ちょっともう死活問題になってて、で、その状況を、まあ、みんなに見てもらいたくて、まあ、今ちょっとこうやって、まあ、動画撮影してるんやけど、まあ、ね、俺はね、まあ、50ぐらいのおっさんです。トラックのうんちゃんやってます。よろしく。で、最近、ちょっと仕事のオファーが全然なくて、もうほんまにやばいんですよ。もうガチでやばくて、もうちょっと、来月の給料もほんまにやばいかなっていう感じ。ちょっとみんなまあ、あんま仕事とかしてないから、まあ、わからん人もまあ多いかもしれへんけど、もうほんまに、ちょっとまあ、携帯代払って、まあ、食費で全部なくなるかなぐらいの給料しかないよ、今計算したら。まあ、基本的には、このトラックの中で、寝泊まりしてて、で、まあ、駐車場の人からも、まあ、全然止めといてくれていいですよ、みたいな感じで言われてるんで、まあ、そこはね、もう全然気にせんと、こうやってバチバチ止めてそこで寝てるんやけど、まあやっぱりちょっと仕事がないっていうのは結構まあきついことで、もうほんまに、今まで全然あってんけど、ちょっとね、結構今困ってるんですよ。で、なんか、この前会社からスマートフォン支給されて、今度からこれで仕事してね、みたいな感じ言われてんけど、全然電話かかってこへんくて、もうほんまに、ちょっとどうしたらいいんかみんな教えてくれへんかな教えてくれへん、どうしたらいいのこれ、まあ、ちょっとまあスマホをちょっと開いてみようか。何これ、スワイプ、何これ、デリバリーアプリ、あ、そういうこと、あ、これで仕事しろっていうことか、あ、なるほどね、あ、電話かかってくるんじゃなかったんや。うわ、俺ずっとこれ電話かかってくると思って、もうずっと電話待ってたわ。うわ、もうこれもう電話待って、もう多分2週間ぐらい経ってもうた。うわー、全然オファー来へんなって思ってたんよ。あ、そういうことか。あ、じゃあこれでも今度からこのスマホのアプリを使って仕事してねっていうこと。あ、そういうことね。なるほどね。じゃあもう、とりあえず、ちょっと近いところでもうやっていきます。はい、皆さん、仕事が見つかりました。ありがとうございます。行きます。さあ、これやね。これ結構近いね。とりあえず、ちょっと今回のこの状態に変わってるのは初めての仕事なんで、ちょっと近めで、ちょっと軽くね、肩慣らしていきましょうか。肩慣らしさせてください。さあ、じゃあ、とりあえず行きましょうね。もうなんかめちゃくちゃ人がいっぱいいてるからね、これちょっと邪魔やんけど、邪魔ないけど、しかも車、速いね。車こんな速かったかね。シティも結構荒れ狂ってるね。荒れ狂ったシティになってるかもしれないね。さあ、ここ曲がっていくよ。これ合ってんのこれ。合ってんの ?3倍。あれ ?1 か。ちゃうな。あれ？やばい、この坂登られへんわ、ちょっと待って、一旦下がる。このトラックね、バックめっちゃ速いよこのトラックバックめっちゃ速いよ。いや、加速もなかなかやね。やばい、やばい、ちょっと事故りたくないよ。会社のこれ車だからね、会社のトラックだから、事故りたくはないね。事故りたくはないよ。ほんまこんな、事故ってもうたら、社長に何言われるかわからんんだよ、お前。おー、ギリギリやの、これ。ギリギリやの。マジギリギリやの。さあ、何を運べ言うんや。
何を運べやこれ。え、何これ、どれ運ぶ、え、何、どれ運ぶの、え、あ、これ、おいおい、トラック界のこんなちっちゃいもん運ぶんかいな、何やねんこれ。これはちょっと飽きまへんよ。しかもこんな、こんなとこに、こんななんか車庫的な、あったっけ。これ車庫あるね、車庫。ちょっとこれ前は多分高さ的に無理やから、ちょっと後ろ突っ込んでみようか。これちょっと車庫気になるね。こんなんあったかね。ちょっと、あんまり売り場って、ね、俺も来ないんで、こんな50のおっちゃんになって、もう今更車売ろうなんてなかなか思わないんでね。車売るときはあの買い取りクソジジイに持っていくんやけどね。あ、すごいすごい、入れる。入れるけど、どこまで行く、わーはっ、ふざけたことなってんね、これ。ふざけてるね。さあ、行くよ、もうこれ、運ぶからね。まあ、今は50のおっちゃんになってもうたけど、俺もこのトラックのうんちゃんっていうのは、もう正直言って、20ぐらいの時からやってるから、もう30年やってるの、トラックのうんちゃん。もうだからね、もうその、なんていうか、腕前を皆さんにちょっと見ていただきたいなと思ってるわけですよ。はっ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 は。さあ、ちゃんとバックでつけていくよ。おぉ、ちょっと一旦降りて確認するわ、これ。一旦降りるわ。ちょっと、ごめんな、一旦降りるわ。ちょっと待ってくれよ。これ高さがこれ、やばいってこれ、ほら、みんなこれ見てくれ。んー、ま、ちょ、なにこれ、なにこのボタン、なにこのボタン、なにこれ。うわぁおーい、これこのボタン、これなんやこれ、なんやこれは。なんなんこれ、なんでこんな跳ねまくっとんのこれ。跳ねすぎやでこれ、跳ねすぎ跳ねすぎ、怖い怖い怖い。もうあかんわこれ、あかんか。こんな運べるか、こんな運べんのかなこれ。もう頑張るけど、頑張るけど運べるかこれ。ちょっと怖いな。とりあえずバックしていくわ。うわー、ちょっと待って、もう、でもこれ運んだら、日本円換算して、16万円もらえるわ。これはええ仕事やな。あ、でも40秒で持ってかなあかんで。これ厳しいよ。ちょっと遊びすぎたかな。これ厳しいことなってますわ。とりあえず出ていくね。どこ運んないんだな。ま、左にマップ出てるんで、もうそれでちょっと持っていきますけど。おい、人間引くよ。人間引くよ。ちょっとこれ時間的に厳しいね。残り20秒って書いてるね。もう無理やね、これ。はい、頑張ってます。暴走しております。あー、もう時間が。あ、ここ降りんのか。これはやばい。私も事故っておりますよ。私もね、大事故ですわ。はい、申し訳ございません。今回はね、ちょっとすべてのものがぶっ飛んでしまいました。まあ、この道30年やってきてますけども、ちょっとまあ、新しい携帯ということでね、ちょっと容量がわからなくてね、ほんまに、何にも、すべての荷物が吹き飛んでしまいました。とりあえず赤いところまでは持っていきたいと思いますけど、場所がね、よくわからないね。人がめっちゃ歩いてるね、これ。人がやばいです、これ。人。人だらけよ。あ、ここか。この緑のとこ。うわ、危ない、危ない。ちょっと君たちやめて。ああ、終わった。ああ、もう今回は、これ、プラスゼロとか、ね、言ってますけど。確実に社長に怒られますわ。ぶち切れられますわ、これ。社長に。お前何しとんねん言うて。完全事故っとるわな、言うて。でも、幸いですね。車にダメージないみたいなんで、多分、社長の目もごまかせると思います。はい。
ごまかせるわ、こんな楽勝でごまかせるわ。さあ、じゃあもう一回ね、もう一回行こう。はあ、これちょっと遠そうやね。遠そうやね、これふざけとるね。めちゃめちゃ遠そうやね、ふざけとるね。まあでも、この道30年やってるから、楽勝で運んであげるよ。楽勝楽勝。トラック人生は楽しいこっちゃで。トラック人生は楽しいこっちゃで。うおお。お前ら飛ばしすぎよ。危ないよ。今の俺悪かったかな。俺悪かったか。うわ、ちょっと車凹んでもうたか。大丈夫。うわ、これまさかのあの巻き巻きのところかいな。巻き巻きのところやわ。みんな巻き巻きのところ行くわ。巻き巻きやね。うわ、やばい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 。これはちょっと、ちょっと仕事中断します。やばいで、これは。人が多すぎる。しかもこいつなんかめっちゃ考え事してるやん。何これ。何この、あ、電話かこれ。電話しとんな。こいつも電話しとんな。電話やな。電話持ってないな。ちょっとやばいよ。これ人多すぎるよ。ちょっとびっくりしました。あ、電話めっちゃしてんな。みんな電話しまくってるわ。いや、ここでなんか何この人、なんでこんな集まってんの。いや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 、しかもこれ車もなんか向こうの方浮いて走ってるね。もうちょっとこれバグってますね。うわー、ちょっと捕まってる。捕まってるやつらも、うわ、喋ってるやん。喋ってるやん、こいつ。お前ら喋って、ああ、もう話終わり？あ、あ、すごいすごいすごい。やばいね、これやばい、やばいね、やばいことになってます。はい。ということで皆さん、今回は、ちょっとトラックの仕事をやろうと思ったけど、もうちょっと、もう他のことが気になりすぎて、全く、おい、ちょ、今撮ってるから、今撮ってるから君、ちょっとカメラの前通らんといてくれるかな。はい。まあ、ということで、ちょっと次回ね、またあのトラック、あの仕事やっていきたいと思うんで、みんなチャンネル登録して、待っといてね。バイバーイ。